こんにちは、ソッカー塾の久保です。今日も懲りずにですね、また叱られちゃうかもしれませんけども、これ食べますよ。いちごホイップツイストサンドということで、山口の菓子パン、これがなんとね447キロカロリーだそうなんですよ。結構ねカロリーオーバーになりそうですね。どうですかね、私菓子パンを5日間連続で食べてますけども、ちょっと肌の血色が悪くなったり太り気味になってたりしないですかね。要するにパン1個じゃなくて全部の生活習慣でどうなのかなってことだと思うんで、例えばこのパン1個を食べていてもそれ以上にカロリー消費をしたりとかね、まあ、デトックス効果っていって老廃物を外に向かわせるようなね、排出するような、そんなことをやってれば問題ないのかなとも思うんですよ。まあ、全てはバランスですから。じゃあこのパンを食べること一切やめたらもう不老不死になれるのかっていうふうなね、まあ、極端なこと言いますけども、風邪一つひかないのかって言ったら、まあ他の要素もありますからね。まあ、だからといって糖分の糖質の多いものを控えた方がいいのは分かってるんですよ。まあ今日はとりあえずいただきます。粉がね散るんですよね。いただきます。ちなみにね、断食の健康法ってあるらしいんですよ。人間が空腹になることによってその生存確率が高まったり、アンチエイジング効果が高まったりとかするらしいんですよ。今私がやってるのと真逆じゃないですか。どうもね、16時間ぐらい睡眠時間を込みにして食べないようにすると、なんかそのファジー現象っていうのが起きてきて、体の中の老廃物が再利用されてなんか良くなるらしいんですよね。で、内臓を休めずにこれ食べ続けてると、例えば1日3食とか食べてると老廃物がそのまま体に溜まって、今食べたものからエネルギーを作るんで、なんかその老廃物が出ていかないらしいんですよね。これね、何回も聞いたことあるんですけども、空腹を満たす以外の、まあ、理由に食事ってのがあるじゃないですか。楽しくて美味しいんですよね。でも単純に考えて1日3食を例えば1食に減らすとしたら、それに関わるね、準備とか片付けの時間的なものとか、あと金銭的なコストとか、買い物に行く回数とかも減るじゃないですか。なんか結構ねいいんじゃないかなと思いますね。いろんな意味でお金かかんないし、っていうかお金かけない節約にもなるしね、健康になるんだったらいいかなと思うんですよ。ただやっぱり生活習慣っていうのは家族も付き合わせちゃうんでね、一人もんだったらまあいいんですけど、どうかなと思うんですよ。これについてなんかご存知の方いますかね。まあ自分はもうやってるよそれとかね、断食習慣あるよとか、断食っていうと修行とかなんか宗教っぽいような感じがするんですけども、やっぱりこう精神を統一するのに、修行とか向かうのにいいから断食とか精進料理とかになったんでしょうね、きっとね。で、食ったり飲んだりでなかなかね、座禅組んでお坊さんとか宗教家みたいなのはなかなか考えられないんで、まあそうですね、食文化が膨らんできたのはやっぱりあれですかね、食品に関わるいろんな事業者ですとかビジネスの拡大のためなのかなって気もするんですよね。朝食べてお昼食べて夜食べる、それだけで外食産業って盛り上がったり食品流通って増えますからね。でも食料危機をもし売れるんだったら、3食を2食とか1食に減らすってのは最も単純な、食料危機回避法なのかもしれないですね。ということでパンをいただきます。